女優、森七菜、21、が31日、フジテレビ系朝の情報番組、目覚ましテレビ、月曜から金曜前後、25、に出演。アクションについて語る場面があった。森は同番組の7月エンタメプレゼンターを担当。番組でハードボイルドアクションの映画、リボルバーリリー、綾瀬はるか主演。8月11日公開を紹介した際、エンタメキャスターを務める同局の軽部真一アナ、60、からアクションシーンの経験は、と聞かれると、森は、まだないんですけど、機会があれば、喧嘩とか、と回答。メインキャスターの井上聖華アナ、28、が、喧嘩もいろんなシーンがあるじゃですか？どのぐらい激しいのをやってみたいですか？と質問すると、敵は多ければ多いほど、笑、と頼もしかった。